日本ビルジングの北側。左端に日本パーキングセンターの入り口があった。日本パーキングセンターは東京都千代田区大手町にある公共駐車場である。首都高速や一線と際端で入り口に直結する地下駐車場を運営していたが、2016年3月末より一般車両向けの営業を休止している。1966年11月に、 日本ビルジングの地下に212台分、及び東京都下水道局施設地下に82台分の地下駐車場を竣工日本ビルガルエージ社が運営に当たった。1970年2月に新日鉄ビル地下に167台、及び日本ビルと新日鉄ビルの間の中央通路地下に204台分の駐車場を竣工同年5月、 時は橋外区の地下2.3階の駐車場の経営を目的として、株式会社グランドパーキングセンターが設立された。この会社は、法定上経営に参加できない下水道局を除く地権者が出資し、三菱自所が76%、旭生命保険21%、大和土地建物が3%の株式を保有した。同年6月に、大和五福ビル地下に14台、 および隣接する都市公園地下に32台分の駐車場を竣工。同年8月には日本ビルガレージ社はグランドパーキングセンターに吸収合併された。1971年8月に朝日東海ビル地下に109台分の駐車場が竣工し、総収容台数820台、総面積3万1608平方メートルの日本パーキングセンターが完成した。 所有者の異なる複数の民間ビルの地下に公共駐車場を設けることは当時としては異例のことであった。さらに1973年2月15日には首都高速や S 線に時は橋で入り口が開設され首都高速道路と直結した。時は橋外区の各ビルは 再開発のため建て替えられることとなり、2016年3月末をもって一般駐車場としての営業を休止。時は橋出入り口も閉鎖された。一般街路の他首都高速や S 線、北駅アイストンネル内の時は橋出入り口にも直結しており、西銀座ジャンクション方面から駐車場へ、駐車場から神田橋ジャンクション方面への利用が可能であった。一般路から、 同出入り口を経て首都高速を利用する場合には通行料金のほか少なくとも最低料金相当額の駐車料金が必要であった。ありがとうございます。